クリプトンはどんな会社ですか？アニメの会社だって思われてるところがあるんですけど、音楽のソフトウェアの開発と、あと輸入してそれを日本で売るっていう仕事がメインです。でも初音ミクっていうのが有名になってからは、あのウェブサイトとか新しいテクノロジーを使ったアプリケーションの開発とか、あとマーケティングとか、あのライセンシングっていうのもやってます。あとレーベル、音楽のレーベルもやってます。自己紹介をお願いします。はい、クリプトンフューチャーメディアの、こっち見た方がいい、クリプトンフューチャーメディアの村木と申します。はい、今回はアニメエクスポのためにあのアメリカの方に来られたんでしょうか？そうですね、あの今回クリプトンが主催するイベントっていうのは残念ながらなかったんですけど、去年やったっていうのと、あとファンベースでパネル、ボカロ関係のパネルがあったので、そちらの視察も兼ねてきました。ソフトウェアは、日本語、今のところは日本語のみの対応になっていると思うんですが、今後は他の言語の方も可能になってくるんでしょうか？英語版のソフトウェアの開発っていうのも進んでまして、多分今年に出るかなっていう感じです。はい、昨日のボーカロイドのパネルの方に私たちも行ったんですが、ミニコンサートのようになっていてとても楽しかったです。どう思いましたでしょうか？あのパネルもファンの人が作ってるんですね。なので我々が何か作ったわけではなくて、本当に好きな方が日本からわざわざ初音ミクっていうものを知ってもらいたいとか魅力してもらいたいとかで全部プログラム組んでくださってるんですよ。そういう意味を含めて初音ミクのなんていうんですかね、現象みたいなものはすごく素晴らしいと思いますし、我々としてもそれをなんかもっと喜ばせるためにアメリカの人たちに頑張っていかなきゃなというふうに改めて思いました。昨日のパネルでミクがギターを弾いててとても可愛かったんですけど、ああいったデザインとかっていうのはファンの人からのアイディアで始まっていくのでしょうか？そうですね、初音ミクってプロフィールオフィシャルで持ってるのって年と身長体重と声だけなんですよ。ということはあと全部ファンの人とか、クリエイターの人が作ってきて、オリジナルのミクを作っていくんですね。なのでギターを持ってるミクもミクだし、太鼓叩いてるミクもミクだしっていうので、ぜひなんかアメリカの人たちもハンバーガー食べてるミクでも何でもいいんですけど、自分たちが思うミクっていうのをどんどん創作してくださったら面白いかなっていうふうに思います。インターネットにたくさん初音ミク のファンが作った跡がいろいろ載っているんですけど、ああいうのは頻繁にチェックされるんですか？個人ベースで言えばたくさんはチェックできないですけど、でもやっぱり初音ミクの例えばゲームですね、ゲームのセガのゲームとかプロジェクトディーバーっていうのがあるんですけど、あれで着てる衣装とかも全部ファンの人が考えてたりするんですよ。いわゆるコンテストみたいなのをやって、そこで採用されたものをやってるので、なので初音ミクのものっていうのはほとんどファンベースだと思っていただいていいので、ってことは普通にミクを見てても必ず誰かの作品を通して見てるってことになるんですね。それが面白いかなって思います。去年のアニメエクスポでコンサートをした際にとても大成功だったと思うんですが、今後そういったイベントは開催される予定でしょうか？まだ具体的なスケジュール全然組めてないんですけど、なるべくアメリカでコンサートやりたいなって思ってやっぱり来てます。であとアメリカで何かグッズ展開みたいなのもできたらいいなと思ってるんですけど、まだまだどんなものが欲しがられてるのかとか、日本のものをそのまま持ってきても面白くはないので、そういったところでぜひ皆様の意見とかも聞かせていただいたら面白いかなと思ってます。あと最後に質問なんですが、ヨーロッパでの方の活動はどういった今後活動になっていきますでしょうか？ヨーロッパもやっぱフランスを中心に日本のサブカルチャーって人気だと思うんですけど、基本的に英語で何かやればそれが広まっていくかなと思ってるので、ヨーロッパも見ていきたいっていうのと、あとすごくオファーが多いのはサウスアメリカなんですね。メキシコとかそういったところにもアプローチしたいんですけど、あまり大きい会社じゃないので、なるべくスピード感を持ってやっていきたいとは思いますが、具体的なスケジュールとかはちょっとまだ決まってないんですね。ありがとうございました。